レディース&ジェントルメン、ハロプロアワーの時間だぜ。今回は、おお、何、うん、今回は私、矢口真理がハロプロアワーに物申す。本当のぶっちゃけトーク、裏のトークってやつを教えてあげるので覚悟してね。それではショータイム。はい、どうもやってまいりました。というわけで今回のハロプロアワーは裏プロアワーと称しまして、私矢口真理がメンバーをズバッやっちゃいます。この番組ぶっちゃけぶっちゃけと言いながらメンバー喋ってますけども、何がぶっちゃけだと。これはもう夕方6時から7時ぐらいしか流せない番組になってます。深夜でもいけるぶっちゃけトークを聞きたいんじゃないですか。ということで今回は矢口真理がまさかの番組ジャック。過去のハロプロアワーを見ながらメンバーの本音を徹底分析、次から次へと化けの皮を剥いでっちゃうぜ。ではね、早速ですけどもちょっと呼んじゃいたいと思います。ゲスト兼アシスタントです。三度の飯よりぶっちゃけトークが大好き、安田圭さんです。イエーイ。ちょっとどいて、ちょっとどいて、どけいちゃん、来てる、ちょっと移りに来たんだ。あ、ちょっとどいてるの。どうも、安田圭です、よろしくお願いします。けいちゃん、見切れてる。いやいや、大丈夫。安田圭、モーニング娘。卒業後は女優として舞台にも立ち、相変わらずのアグレッシブぶりを見せているハロプロのムードメーカー。じゃあまずはですね、うん、記念すべき第1回、うんうん、これはナッチと、うん、高橋愛ちゃん。おー、まずはこの2人のトークをぶった切る。最後にね、目を合わせたナッチを一言で言うと何ですか。そうですね、なまってるなと思いましたね。え、一言で言うとなまってるな。なの悲しい。はい、これ怖いです。悲しい。これは怖いです。悲しい表情じゃないですね、まずね。今ね、はい、ナッチ的にはおい先輩だぞみたいな。もうちょっとないのかと。ね、ね、田舎臭いと言われるのは、うん、敏感かもしれないですね、ナッチさんは。そうですかね。でもね、こうすごいのよ、愛ちゃんは結構グイグイと。グイグイ行くのよ。何ですか。すごいこと言うの。なんか都会慣れしてないというか、うん、すごいいい意味ですよ。いい意味で、ね、なんかプラスだよ、プラス。なんかね、芸能人っぽくなくて、すごいなんて言うんですか、親近感があるというか、なんか。ありがとう、もういいわ、愛ちゃん。でもなんか届かない。はい、素の顔です。ハブさんのね。はい、出ました。これね、微笑ましい一場面かもしれないんですけど、まあ、私たちから見たら、うん、恐ろしい VTR になってます。そして何が怖いって、うん、笑顔が怖いよ。そう、笑ってることが怖い。あのナッチは、うん、笑った後に一瞬素の表情がある。出てくると本気でちょっと怒り始めてるんですよね。もういいよ。何ですか、褒めてるんですよ。泣きそうなのよ。オッケーオッケーオッケー、大丈夫。何でですか。じゃあふるさとだっけ、ふるさと。いや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 。もう言わない方がいいじゃない。もうね、もうね、愛ちゃん焦ってるから顔が。なんていうんですか、そういうのを全部ひっくるめて、やばい、阿部さんが可愛いなっていうかみたいな表情してます。なんで、ショックにならないでください。オッケー、じゃあふるさと。はい、ふるさと。なんか。オッケー、じゃあ行こうか。じゃあ行こうか。いいですね。いいですね。いや、これはね。でもこのナッチは。なかなか見れないですよ。そうですね、ハロプロアワー以外ではあんまりこういうナッチは見たことないかもしれないね、うん、そうね、意外と素顔かもしれないね、これがね。まあでもこれはちょっとまあ序の口として、これまだ序の口、これちょっと分かりやすいじゃないですか。分かりやすい、うん、なんていうのかな、ナッチも意外と分かりやすいタイプなんで、うん、まあ表情にね。そうそう、私たちから見たら、あ、出ちゃって出ちゃってる、しまってしまって、うん、しまってこって、なるほどね、解説するまでもない感じね。そうそうそう。